はい、どうも、坂です。どうも、坂田です。今日はですね、どこですか？パフォーメーターサミット、はい、2020、はい、やってきました。カメラマンの山口さんと昨日3時半まで語り尽くしたので、はい、なるほど。で、遅刻したわけですね。ちょっと行列が回りますね。まあ、健康 TV 始まってすぐ、去年ね、そうですね、サミットに取材来させてもらった、はいはいはい、去年僕は講師ですね、講師でやらせてもらったんで、その時130人ぐらい、今3600人ぐらいじゃないですか。そうそうね、まあ、結構な人に声かけてもらって、ね、声かけてもらってね、写真撮ってくださいとかね。いや、ちょっとね、アイドル気分ですね。鼻も伸びるわ。鼻も伸びたところで朝のちょっとチャンネル見てたら、はい、ね、僕の動画にバットが2個ついてた。2個になったんですね。2個になってたから。なるほど。まあ、何もしない、押したの、写真、山口さん。はい、お、違う。聞き読み方には良くなる。はい、まあ、気を引き締めて、はい、取材の方を、ね、していきたいと思いますので、続きの動画をご覧ください。はい、ちょっと講師の根城さんにインタビューさせてもらいたいと思います。はい、いや、お久しぶりですね。お久しぶりです。もう1年以上ぶりじゃないですか。もしかしたらそうかもしれないですね。ね、1回社員研修が多分去年夏ぐらいだったんで、多分それ以来かもしれないですね。久しぶりにお会いして、なんかいろいろとびっくり。背もでかくなってるなって成長しました。パフォーメーターサミットはこれ初めてですけど、はい、どうですか。あの、実技のパートもあるので、はい、なんかすごい面白いなって思います。この後実技ですよね。セミナーだと、うん、はい、どうしても、ね、講義だけで終わっちゃったりしますね。なかなかこの大人数なくないですか。なかなかないですね。ね、実技やるっていう。実技で若干緊張しました。最近根城さんあれですよね、独自のアクティブ、はいはい、エイド、はい、エイドであってますか。エイド、はい、あれはどういう感じのあれなんですか。単純にこうインプットするだけじゃなくて、うん、こう現場でもアウトプットできるようにっていう形で、はい、進めているやつで。それ大事っすね。お互いにちょっとこう教え合ったりとか、はい、ちょっと通常のなんていうんですかね、こうセミナー形式と違うようなですね。あ、もうただただ受け取るだけじゃなくて、はい、まあ、ちゃんとできるようにするところまで、はい、っていうところまでやるように。いや、実は個人的にすごい気になってたんですよ。何ですか。個人的にすごい気になってて、はい、受けたいなと思いながら。よろしくです。これもあれですね、 T シャツですよね。あ、そうですね。一応スタッフ全員で。今あれですか、スタッフも雇用されたんですか。いや、雇用っていう形ではなくて、まあ、チーム組んでみたいな、チームでっていう、チームでって感じで。今回は、はい、スタッフで入っていただいて。結構いらっしゃいますよね。そうですね、東京の方で今6名と大阪で15名いるので。そんなに。大阪がこの間終わったので。すごい。なので今後なんかこう各地方となんかこうチーム組んでというか、なんかそういうような、なんていうんですか、コミュニティができればな。めっちゃいいっすね。はい、ちょっとまた研修お願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。すいません。あ、動画も出てください、また。動画、はい、もちろん動画も出てください。はい、動画の最後に宣伝してください。はい、僕も菅さんと一緒にあそこ行かなくていいですか。はい。これ動画いい。これ動画じゃあ一緒に行きましょう。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、というわけで、去年も動画出てきました。はい、アルカツさんに。はい。今年も。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。去年は阿部さん講義されてましたけど、そうですね。今年は、今年は裏方ですか。もう完全な。いやね、阿部勝さんを裏方に回せるパフォーメーターですよ。そうですね。さすがですね。もう裏方業の本業です。はい、まあ、トレーナーとトレーナーの裏方という職業ね。前に出る職業じゃないですね。ないです。はい、僕ぐらいですよ、言おうとしてるの。ということで、パフォーメーターについてね、また聞いていきたいと思うんですけど、はい、うん、はい、どうですか。阿部さんは今肩書きとしてはパフォーメーターの、テクニカルディレクター、はい、どういうことをディレクターしてる、はい、どういうことですかね。まあ、例えば石田さん、GM の石田さんの、はい、まあ、お手伝いがメインなんですけども、やっぱり僕はトレーニングコーチとして、まあ、トレーニング器具を使うことはもちろん多いから、でその中でこういったものってあったらいいよねとか、うん、っていう商品は僕の目線で進めることができるし、それをまあ一緒に紹介をしたりとか。ハイドルですか。まあ、そうですね。まあ、実際に阿部さんが使っていいと思ったものを、ね、紹介してるし、まあ、そのいいと思った商品がある。そうですね。そういうものをなんか扱ってみたらどうですかっていうアドバイスもするし。そういうのも阿部さんされてるね。まあ、そうだ、僕はこれいいと思うからちょっとパンデザで入れてみたらどうですかっていうことを言ったり。でロゴが入って。まあ、そうですね。フォーメーターの噂で、ね、はい、去年一緒にドイツに、はいはい、そうですね、お供した時に、まあ、ハイドルベースを個人的に買ったんですけど、うんうん、そしたら阿部勝さんが石田さんにご利用ししててパフォーメーターで買えるようになってたんで、はい、なるほどね。まあ、そうですね、同じ考えを持ってたってことですね。その時ね、阿部勝さんがこれめっちゃいいんだよって言ってたから買ったんですよ。そうか、そうか、そういうことあるよね。お金があるから何でも買っちゃう。お金がないんですよ。ないけど、お
客さんには惜しまないっていうだけで、ね、いいものをね。どうですか今年のパフォーメーターさんに。いやもうコロナ禍の中で、うん、大変な中なんですけど、すごいたくさんの方に来ていただいて、ね、想像以上に2つ待ってますね。いやもう想像以上と思います。これはですよね。さすがスナイさん。いや僕じゃないですよ。もうさ、もうこれ完全に今日スタッフもね、僕は何も喋りませんので、多分講師の方々もすごいいい方々が来ているんで、そういった意味で皆さんやっぱり情報をね手に入れて、やっぱここにね来ていただいてる先生超一流ですから。どの講義聞いても得るものがある。いや、阿部田さんの講義も聞きたかったですけど、いやいや聞きたかったですけどね。また健吾 TV の方でやってみましょう。そうですね。機会がありますから。そうですか。機会が、機会は来るね、来るね。機会が作りやすくなりますから。はい、そうです。いっぱい先生いる。今回11人ですか、はい、先生が出られてますけど、阿部さんの中でもちょっと聞いてみたいな。まあ、皆さんおすすめだと思うんですけど。聞いて、うん、聞きたいんですけれども、はい、やっぱり今回初登壇にしていただく方も何名かいらっしゃる、うん、靴見先生とかも、なるほど、はい、都市療法ね、はい、僕らも大変お世話になってる、大内先生もそうですし、はい、もう初登壇していただく方は特に注目と言ったけど、もう私も聞いたことないから、あれ聞いてみて、治療受けられたんですか。はい、もう早速今日の朝ちょっと今やりますよっていうふうに言っていただいて、はい、ちょっと受けさせてもらいましたね、はい、どうですか先生の治療は。いや最高ですね。最高です ね, ですね。右の腕だけやってもらったんですけど、はい、いやほんとちょっと痺れが徐々に痺れが前半の、はい、もう今すっごい楽で、いやものの5分で5分でしょ。ものの5分。僕1回書いた時60分来ましたから。メンターは飛び出るから。いやメンターは飛びますよね。あの高価格のやばい押されてメンターが本当飛び出るから。メンターは飛び出る。多分飛び出たら僕それで3月ありましたよ。いや、まあ、でもあとはですね、そう最高なんです。その後のこう良くなった感があるから癖になっちゃう。僕も悶絶はしたけど、うん、やっぱりもうそういうもんだっていうのも分かったし、でやっぱりこう思いっきりぐいぐい押すわけでもない。そうですそうです。やっぱちゃんとしたポイントを押さえてらっしゃるから悶絶するけど、まあ受け入れちゃうんですね。そう受け入れる。ポイントを抑える能力が高すぎて、いや半端ないです。捕まったって、はい、半端ないですよ。今そのパフォーマンスベタ以外で阿部さんがこう特にこう力入れて勉強されてることとか何かありますか。まあ以外でって言ったらあれですけど、はい、まあフランボーシーの考え方に関しては、うん、ちょっとこう、うん、去年ですけどセミナー受けてからも、あと最近また彼が新しい本出したんで、まあ、なんからしいですね、うん、その本もちょっと英語の本ですよね。今まだ多分日本語訳もされてないと思うんですけど、アジリティ、アルタミアブラアジリティか、はい、今日本当は知りください。いやいや、それは教えるわけじゃないけど、いやでも基本的にやってるから、セミナーするっていう。そうですよね。いやまあそれはねちょっと彼の方のあれもあるからなかなかできないけど、考えようとして、それもストップで落とし込んで、まあまあそうですね、はい、まあ似たような考え方にはなると思うんですけど、難しいですね、やっぱり。まあそうですね、確かにブロックっていう概念がやっぱどうしても難しいなっていう。でも皆さん、なんかこのテレコ TV でも紹介して、やっぱ難しいって声が多いんですよ。あ、そう。だからやっぱ翻訳じゃないけど、そう、コンテクシャルトレーニングも持ってるんですけど、読み切れんですよ。あ、難しくて。あれは僕の解釈って言ったらあれですけど、僕の感じだとやっぱ英語と両方日本語ともこうちょっと組み合わせて理解していった方が分かりやすいっちゃ分かりやすい。日本語だけ見たりちゃうと。訳す方が難しいんですよ。訳す方は谷川先生は知ってるんですけど、多分すごく難しいと思う。訳すのかな。日本語でしちゃうとなんか意味が通じない、ニュアンスになっちゃうんですよね。あ、でもこういうことだよね。英語で理解していくと、なんかそれとブレンドさせると、あ、なんかこう、あ、まあそうかっていう。僕も完全に理解してるわけじゃないから、だからまあそんな構えずに聞くのがいいんじゃないかなとは思うんですよね。そう、でも阿部田さんのフィルターとして理解できないかな。オフトムーブはあれですか、今セミナー化するの。今はね、そんなにアクティブには やれてないですね。さすがにこういう状況、こういう状況もあるんで、まああまりそのアクティブにやるのは、まあでもね、アメリカさんのM のインスタ見るだけでね、まあそうね、こういう動画で見ていただけるんだったら、こういうエクサイズやってるんだったら分かるんだ。そうですね。何やかんやだってフォロワー伸びますか。伸びてますかね、おかげさまで。まあバンベターも本当に石田さんので結構アップしてくれてるんで、それでかも。まあでもぜひね、動画見てください。オフトムーブのインスタはもう必見ですね。はい、ですね、はい、簡単にこうエクサイズを一個ずつ紹介してもらって。いや、本当ですね。あの説明がないんですよ。一言二言適当なことをちょっと書いちゃってる。一言二言が僕はいいんです。
呼び出す。いや、もうかっちりしたりもそういうふうに触りやすい。その時に思ったことを、結構エクササイズを、エクササイズの説明って最近はなんか僕は思ってることばっかり書いてるみたいなところもあるんですよ。それがいいんですよ。そうね、コロナで大変ですけど、はい、お仕事影響ないですか？まあ、教会の方の活動がやっぱり止まっちゃってるっていうのは一つ、そういう意味での影響というのがありますけど、まあ、だから代表活動がやっぱりできていないですよね。うん、まあ、今後どうなるかっていうので、試合があるかないかと、そういう3、4ヶ月ぐらいフリーになったんですか？そうですね。オリンピックの前後でしたら、その間は何やってたんですか？いや、まあ、それなりに協会の活動はもちろんしてたんですけど。でも、あれやってましたね。オンラインでね。そうです。やってしまって。来ましたよ。そう、そう、聞いた。そうです。そう、Zoom で、指導者向けの、講習会をやっていて、で、それ、YouTube にアップしてるんで、一般の方も見れますよね。それがメインで、あとはもう、そのガイドラインを作るのをお手伝いしたりだとか、そういうのがメインでしたね。あとは、こまごました。まあ、こまごましたもの。まあでもね、もともとあれさんね、代表の仕事以外だと、これからでそうですよね。そうですね。まあ活動はない時にやってるので、まあ個人のオフシーズントレーニング、まあ、プロ選手だとか、スポーツ選手の。それがまあ12月、1月とかメインなので、まあこれからどうなるかなって感じですかね。その様子とかもめちゃくちゃいな。いや、もう全然、選手が OK だと、僕は全然いい。今言いましたね。選手が OK であるよね。選手に聞かないでダメって言うんですよ。選手がダメって言ってるから。そんなことはね、僕はたまにするかもしれない。ちょこっとね、ちょこっとね、ちょこっとね、ちょこっとね。阿部さんみ。なら小宮さんも一緒に取りに行くっすよ。混ざりたい。混ざりたい。まあまあ、はい。ずっとやってますよ、僕ら。混ざりたい。一回ね、福岡でやってもらったら。あ、そうなんですか。ずっとやってますか。大変。混ざりたい。午前午後ね、しっかり。そうですね。一日やってますから。混ざるからには混じるからだ。そう、一番元気だな、阿部さん。俺がね、もう勝手に盛り上げないので、もうね、選手疲れても分かってるから、でもやろうっつって。そういうコーチングとかも見たいですよね。いや、でも実際、そういうコーチングですよ。やることなんで、まあね、そんな変わりないから。みんな変わりないから。どうモチベーション上げるのか。そういうところが見たい。見たて。うん。見たい。よろしくお願いします。いいかがでしょう。という感じで、中津さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。